山手通り中目黒付近で渋滞に巻き込まれた時に恵比寿や目黒に簡単にアクセスできる道をご紹介したいと思います。中目黒の駅の陸橋を越しました。直進します。山手通り陸橋をくぐります。に寄ってるとすぐ左折できるので左方向に寄ってると便利です。300メートルぐらい走ると歩道橋が見えてきたらファミリーマートのところを左折します。それですぐ右に右折します。左側に中目黒の川が流れているので、その道沿いに直進します。何箇所か左折できるポイントが道があるので、焦らなくても大丈夫です。直進500メートルぐらい直進します。一つ目の信号を左折します。茶屋坂という坂を500メートルぐらい直進します。登り切ったら今信号で止まってますが、直進して50メートル行くと恵比寿ガーデンプレイスにぶつかります。そこを次に、一つ目の信号を左折すれば明治通りに入れます。今回は右に右折します。で直進1キロぐらい走ります。はい、1キロ直進してきて三田通り終了で上りの目黒通りにぶつかります。でこの子を左折していけば白金に出ますので、外苑西や、目黒の首都高、さらにもう2キロぐらい進めば国道1号線にアクセスできます。今回はこのまま目黒駅に出たいと思います。はい、信号青なので直進します。駅が見えてきました。はい、このまま右折して下りの目黒通りに入って下りければまた山手に出ますので、以上抜け道アクセス番組でした。